いいもんでしょ。はい、行きます。
最初は170メーターですね。今日は今の時期としては潮は全く遅いですね。いつもですとかなり今の時期はね潮は早いんですけど、全体には遅いですね。水温も25度台ですから、まあ最近にない高い水温ですね。この辺はちょっと潮はやっぱさっきよりは流れてますね。ここは水深200メーターですね。場所北の方に移動してきたんですけど、そうですね、状況としてはまあ1投目で3匹上がりましたから、さっきよりはいいと思いますね。いやー、これはいいね。目抜けちゃん、この間俺らタラ釣り冬場行った時で目抜け2本上がったんですよ。その時でももう少し肩良かったな気がするんだよな。餌はサバ、割と細長く、身はそういう剃るんだよ、やっぱり。身つけたままではダメだから、身は半身に切ったら削いで10センチぐらいの長さにして、幅2センチぐらいですか、やっぱり長さが10センチぐらい。下ぐるぐる切ると回転してしまう、ぐるぐる。もうそこにいた時点でもう天草が絡まってるから、あんまり釣れないんだよね。さっきのとこへ戻ったんだけど、なんかいまいち当たりなくなったのね。当たりが進めなくなったの。この場所はかなりきついからね、早めに当たり来たらあげないと値上がりは来る場所ですね。今朝よりは潮流れですかね。
れる場所なんだけど、今度潮流れあんまり入るなと、あの根上がりだったらね、なかなか釣りづらくなんだけどね、当たり来たら早めに上げないと、ここは一番根上がり多いとこだからね。全く初めての今年マダラ釣りでしたのでね、まあどの辺がいいか、まあ5、6箇所はやってみましたけど、まあ全体的にはあの小さいあのポンタラが多くてね、大きいのは3割ぐらいでしたね。で、まあ、特別大きいのもなくて72センチですか、 2、3本大きいやつが、まあ大きいと言っても小さいですけどね、まあ、潮流れがなかったから釣ってる人は値上がりもいつもよりは少ないから、まあ、釣りやすいことは確かなんですけど、まあでも全体にあの、まあ、五目釣りって感じで、メダイですか、あとはドンコスケソウ、それにマゾイ、まあ3匹だけですけど、メニケも、あと柳の舞も3、4匹は上がりましたけどね、まあこれからがあの白子入ってきますのでね、まあ狙い時だと思いますね、マダラの方は。あとは10月からはあのマダラも当然ですけど、あのオキメバールの方もマゾイ混じりでやりますので、ではマコガレですけど、湾内20メーター、30メーターあたりは、まあ、今はまだあの水温がね、27度ぐらいで、あの高くて、まあ、今後あの水温が下がってくれば、10月、11月はもっと肉厚のマコガレが期待できると思います。ただ、あのいつもの通りね、あのちょっと花台と、あとあのフグ、これがあのいつもよりはフグの方は少ないようですけど、花台はちょっといつもよりは逆に多いようですね。まあ、餌取りが多いようですから、ちょっと餌は多めに持っていった方がいいと思います。今後期待できると思いますね。ああそうですね、あの料金的にもあのマダラの方は1人乗り合いでは1万と3000円で、あと、オキメバルの方はあの餌別で9000円ですね。またあのマコガレの方は仕立て線は餌別で3人までが、2万2000円で、1人プラスが3000円ということになってますので、まあ、料金的にもあの他の宿よりも若干の安くはなっていると思いますので、ぜひあの足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。